お腹の調子が激悪い。どうもな、始まったで。どうも皆さん、こんにちは。タイタソです。お腹の調子が激悪い状態の体調不良タイタソなわけなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月ですよ。別れの季節、恋の季節、出会いの季節みたいな、そんなワクワクする春がもう、ここまで近づいてきてます。それは置いといて、本日はですね、クワガタ関係の動画でございます。というのもですね、ちょっとこれ逆さまにしてるんですけど、メタリフェル細赤クワガタのメスちゃんが羽化したみたいなので、こちらの掘り出し、そしてじゃじゃん、こちらなんですよ。これがちょっとすごくどうなってるか気になるとこなんですけど、これ覚えてる方いますか？覚えてる方いますかっていう質問自体がちょっとおかしいかもしれないんですけど、昨年だかその前の年かな、ノコギリクワガタの卵をなんか見つけたじゃないけれども、1匹だけ私ノコギリクワガタを育てていたんですよ。で、オスメスの判別わかんないんですけど、まずはこの2つを掘り出ししていきたいと思います。はい、本日もね、割と好評なラジオ風でお届けしていこうと思います。いやーね、メタリフェル細赤クワガタなんですけどね、ちょっと聞いてくださいって感じなんですけど、前回ブリードねした時はね、羽化ずれほとんどなかったんですよ。あってもそんな1ヶ月もそこまでずれないかなっていうぐらいだったんで、オスメスともに。なんですんなりとこうブリードできたわけなんですが、今回ね、オスと思われるね、幼虫ちゃんね、全く幼室作る気もないみたいな、全部ね、まだまだね、マットの中で元気に動いていらっしゃるんですけれども、これはね、メスがやっぱり案の定早く羽化してきちゃったんで、ブリードはね、できないんじゃないかなと。なので、別のね、血の入れ替えも含めて別のオスかもしくはメスを購入せねばあかんかなという感じです。はい、メタリフェル続けていくとしたらね、っていうところをちょっと今から悩んでいるって感じです。はい、この子はまだね、羽化したばっかりだったと思うので、交食もまだしないかなってとこなんですけど、交食しだしたとしてもオスがね、全然今ね、サナギになってますだったらね、考えられるかもしれないんですけど、ちょっと難しいかななんて思ってる次第でございます。で、これがノコギリクワガタなんですけど、これね、過去の動画めっちゃお恥ずかしいんですけど、もう一昨年になるかな、2017年の10月だか9月だかに上げた動画だと思うんですけど、産卵セットのね、組み方が悪かったせいか、1匹しか幼虫を取ることができなかったという、ある意味幻の動画でございます。いやー、お恥ずかしいながら、マジで今よりももっと知識がなかった時代なのでって感じなんですけど、それもそうで、全く関係ないんですけどね、花粉症やばくないですか？今年皆さんどうですか？いや、私ね、薬飲んでるっていうのもあるんですけど、この時期ね、あったかくなってくるけどね、花粉症のせいで、気持ちの落ち込み具合マイナス2ぐらいマイナス2ってなんだって話なんですけど、そんな気持ちになりますね。こう、天気が良くてあったかくなるとうわーってハッピーってなるけど、逆に花粉のせいでちょっとさらにそのハッピー度がマイナス2引かれるぐらいの、そんな感じなんですけど、いや、花粉症とかね、なかったんですよ、10代の頃。なんかね、20歳超えてからですよ、この状態。それにも加えてね、なんか気温の差のせいかね、マジでね、お腹の調子がね、この時めっちゃ悪かった。いや、今は大丈夫です。はい。ってな感じで、説明終わります。はい。こちらがですね、
後々羽化してきたグラントシロカブトのオスになります。この子は 62.6mm ありました。この子もね、自力ハッチして出てきた子で、まあ完品ですよね。いや、やっぱかっこいいですね。この子も前髪がいい感じでございます。もうね、ふん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 言ってんの。ふん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 ってあの音がするんですよね。はい、こんな感じです。はい、ちょっとね、部屋が暗めなので色味がはっきりわかんないと思うんですけど、こちらがメタリフィル細赤クワガタのメスです。サイズはですね、 23.9mm でした。ちょっとね、色はね、なんだろう、グリーンがかってるような、ちょっとこうくすんだ色って感じなんですよね。映像で見ると、そんなにわからないんですけど、この子もね、あのオスがね、まだ全然羽化ずれが超激しい感じになりそうなので、ちょっとね、ブリードができるかちょっと微妙なんですけど、この子も無事羽化してよかったなというところです。はい、お次がノコギリクワガタのメスになります。この子は 32.8mm ありました。いや、オスもね、もう最初に羽化してる個体がいるので、そちらの方も紹介していきます。はい、この子がノコギリクワガタのオスです。サイズが 47mm なんですけど、かなり小ぶりな個体だと思うんですが、あのね、ちょっとね、ほんと映像じゃ分かりづらいんですけど、めちゃくちゃ赤いんですよ。すごく赤いの。ちょっとそのね、赤さが伝わらないので残念なんですが、まあね、この子もですね、元気なのでね、次の世代に残せるかな、オスメス揃ってるのでって感じなんですけど、まあちょっとね、小ぶりなので、それでも、この顎はすごくかっこいいですね。湾曲。湾曲してる。でも赤みが伝わらないのがちょっと残念ですね。はい、ってな感じで、本日、掘り出しの方をしていきました。ちょっとメタリフェル細赤クワガタのメスが、羽パカっていうんですか、ちょっとだけ羽が開いていたような気もしないでもない感じがしたんですけど、グラシロちゃんも無事に羽化してましたし、ノコギリちゃんも無事に羽化していたので、よかったなっていうところが正直なところです。失敗ももちろんこの先もたくさんあると思うんですけど、こういう状況も一つ一つお届けしていければなと思います。はい、てなわけで本日もご視聴ありがとうございました。みんなも体調にはくれぐれも気をつけてください。バイバイ。新しい一歩踏み出すため、僕は欲しい。